です。なぜ日本人はクリエイティブじゃないのかっていう話をしたいんですけど、まず学校の話ですね。子供を取り巻く文化がどのように変わったか校庭を見れるとよくわかる。この20年30年前まで優雅皆も苦痛だった。親や学校側は板が腐ることやトゲが止め刺さることを心配し、ジャングルジムなどを金属とプラスチック製のものに取り替えた。研究者のアニタ・バディたちが最近行った校庭の安全性についての研究を見てみよう。彼らは校庭に大きな段ボール箱、プラスチックの樽、干し草の塊、車のタイヤ、チューブなど特に用途の決まってないものをいくつか固定設置を置いて、子どもたちの遊ぶ様子や監督する教師たちの様子を細かく観察した。その結果分かったことが2つある。遊び方の決まってない状況では子どもたちの行動がはるかに活発になるということと、監督する教師たちの心配の度合いが増えることである。その一方で教師たちの多くは子どもたちがクリエイティブに遊ぶこと、みんなで仲良く遊ぶこと、乱暴な行為が減ったことを絶賛していた。昔ながらの遊び道具にはこれほどの明らかな利点があるのに、なぜ教師たちが心配するのかといえば、彼らは生徒が怪我をしてそれを防げなかった責任を明らかに親から追及されることが心配なのである。まあ、つまり今の日本の親って、まあ、すごいね、子供たちのことから規制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 ってやってるんだけど、それこそ子どもたちの考える力っていうのを奪っているっていう自覚がないってこともあるんですね。だからこそこういう本を読んで、あ、俺って間違ってたんだって気づくとね、この日本もしかしたら奇跡の V 字回復もありえるかもしれません。それでは。